撮影のロケ地に着きました。で今ちょっとロケハンをしているんですけど、可愛いシチュエーションはすごくたくさんあるんですけど、まああいにくのお天気で結構本降りになってきたので、どうやって撮影しようかなっていう感じです。困ったな。髪ミラが嬉しそうにアヒルを見つけて嬉しそうに走っていきました。あ、ヤギもいるんだ。かわいいね。呼び方がすごい。上村さんじゃ着替えますよ。上村さんこっち、上村さんこっちだよ。マイクのもっと遊びたかった。Thank you.
疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、持ちこたえましたね、雨。持ちこたえましたね。結構降ってるけど、ザーザー降りに、本降りにはならなかったから。かなりいい感じなんですかね。ちょっと、雨のおかげでなんか。山田さんがそうですってたんです。どうでしたか、山田さん。いい感じでしたね。はい、なんか山田さんが、うん、雨の感じもちょっとロンドンっぽくていいんじゃないって言ってくれたので、そうです。雨でもプロロンドン。ロンドンロンドンプロロンドンロンドンプロだから、ロンドンに詳しい人にそう言ってもらえたら、そう思ってきたので、いつもパリっぽいけど今日ロンドンっぽかった。そうね、この曇りの感じ、まあ雨だけど、かなりいいカットが撮れたと思います。なんかシチュエーションが、ね、今季の。お洋服の雰囲気に合ってましたね。お楽しみにって感じ、はい、じゃあ今から都内に戻ってスタジオの撮影に移ります、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。だいぶ巻いて終了できました。うんうん、本当は8時終了予定。そうですね。だったのが今まだ5時台。うん、かなり巻いてスピーディーに。今回はビジュアルの方のカメラマンに。アモさんの志村さんに撮ってもらって、ハッシーさんこういうタイミングでハッシーさんに今回初めてお願いしてみて、ね、すごく可愛い仕上がりになりそうで楽しみ、うん、いつもとまたちょっと違った感じで、ね、うん、可愛い。モデルの髪ミラもすごい無邪気で、なんか今季の雰囲気にすごく合ってる子で良かったです、うん、ね、かなりフィットしてました、うん、皆さんぜひ秋冬のアイテムの発売を楽しみにしていてください。よろしくお願いします。